はい、毎度おきりツッチです。ということで、あー食べたのすごい。はい、ということで、ですね、覇者の塔をここ最近の俺で言うと最速で終わらせまして、で、7つの大罪との、モンストロコラボが来るということで、オブ残しておこうかなと思ったんですよ。タロちゃんすごい寝てる。だがですね、激獣神祭第2弾でラプラス、アベル、風神雷神の確率超アップかつ5以上確率 24% ということで、これあんまいい思い出ないんですけどね、僕あんまいい思い出はないんですけれども、引きたいということでございます。で、1個だけ言わせてもらうと、この前加工トン超究極来てたじゃないですか。で、2つストックして、で、かつイデアも1体作ったんですよ、ラック10。タロちゃん、ちょっと待ってよ。は変にしてくれた。作ったんですよ。で、タイムトラベルみたいなやつ使って、2体目も作ろうとしたら、なんと、俺のね、確認不足やったんですけれども、メンテナンス来まして、加工トン、敗北いたしました。っていう、どうでもいい情報を皆さんにお伝えしつつ、こちら、聞きたいと思います。もうさらっと、今日の動画はさらっといきます。そい、もうね、これ引くためだけにね、俺の中では早起きしたんで引いていきたいと思います。ラプラス、アベル、どっちか出たら OK なんやけど、ラプラスが超なんていうの、欲しい方お願いします。よし、ラプラス来いよ。ストライク、かなりシュッといったからね、マジ頼む。 24% やで、だって普通に考えて。よし、あ、風神雷神、いや、いい、頼む、マジで来い、あと2体来い、お願いやって、分かるやろ。いやあかん、これで喜ばんだら男が廃る。でもアンダメとアンチワープだけ、こっちやな。で、ツタンツタンは嬉しいから、オッケーオッケー。ちょっともう10連も引いちゃうわ、俺欲しいから。本当はね、残しとこうと思ったんですけど、まあ、これは、覇者の塔でいただいたオーブなんで。よし、くそ。いや、引きめっちゃ、引き良かったんか？だって24%やぞ。これは違うんで。初回だけなんで。止まって、お願い。